途女津五森森女津五森城岸4年3月19日は中国東大の政治家。字は国名。本願は慶長軍と両県。父は隋の召集長子の森。お父は、と縁。弟は、森祖客。司書に親しみ、隋末にはリ部に入ったが、間もなく、加護自主故郷へ戻った。李縁が長安を占拠すると、李世民の参謀役であった、某元令により見出され。 幕下に加わった。玄部門の変の前、残言により、シ王府フを割れたが、体操が即位をすると、中央政界に復活し、太使左書士や兵部少書という要職を歴任し、少書右牧屋まで登り詰める。左牧野の暴言令と共に、上岸の地を厳出させた。六百三十年に四十六歳で死去した。死後しく、雷国公を送られ、送り直せとした。 暴言令が企画力に優れていたのに対して、途つごもりは決断力に優れ、軍事、政治に多んであった、体操の知性の初期をよく支えた。途つごもりの採決は、よどみなく、同僚から敬服された。暴言令に、真王府から去る者が多くとも、それは惜しくはございません。ただ、途女ごもり殿は聡明で、見識に優れ。 帝王の補佐としての才能がある人物でございます。もし、大王が諸公で満足なさるのなら、彼を用いる場所はございませんでしょう。しかし、帝王として天下を治めようと思いますなら彼以外に、良い人材はおりませぬと言われたという、ありがとうございます。